ふるさとラブレター七色通信。香川県三豊市にある高瀬高校、その京阪神で行われた同窓会を紹介します。今年創立64年を迎えた高瀬高校。京阪神地区にはおよそ1150人の卒業生がいて、そのうちおよそ60人が参加しました。京阪神支部は独自の活動としてネパールとの交流があったんですって。元気そうな顔が見られてですね、それを楽しみに参加しております。縦のつながり、横のつながりができてね、ますますそのいい会になっていってるような気がいたします。まだまだたくさん来てほしい。ぜひ来年も来てください。いつまでも続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後に私のおすすめをご紹介。いかがでしたか？それではまた来週、さようなら。